はいどうもガジマルです。今回は稲荷崎高校の宮敦夢、宮治、宮兄弟についてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。個人的にね、結構僕敦夢が好きなんですよ。同じ関西出身で、まあ面白くて、まあ、影山に限りなく近いくらいこうバレーボール強じゃないですか。敦夢もこう好きになる要素しかないですよね、このキャラクターは。ではそんな宮敦夢からまずプロフィール見ていきたいと思います。稲荷崎高校2年2組ポジションセッター、身長 183.6cm。まず180超えてる時点でスタイルがいい。ファッションにしたってロングコートとか似合っちゃうわけですよ。もう配球の巨人軍はみんなオーバーサイズで来てくれ。好物トロ、わかるわかるよ。美味しいトロはもう見た目も美味しそうやし、ちょうどいいあの味の濃さ。最近の悩み、指先が乾燥気味になる季節。最初は女子かって言おうと思ったけどちゃう。これは指先が乾燥することでセッターとしてトスが来るのを気にしている。バレーボール強、さすがです。で続きまして、宮治、稲荷崎高校2年1組ポジションウィングスパイカー。隣のクラスなんですね、厚本は。身長 183.8cm、 厚本は高い。誕生日10月2日、当然厚本と一緒ですね。今録音中に思いついたんですけど、双子って12時過ぎたらお互いに言わんですか？ちょっと僕双子じゃないんで全然わかんないんですけど、もしかして12時過ぎたらツム誕生日おめでとう、サム誕生日おめでとうみたいなやり取りしてるんですかね、双子って。いいっすね、なんか可愛いっすね。好物メッシーは草。何かを聞いたんだよ。最近の悩み、人生最後の日に何を食べるか決められる気がしないこと。これくらい悩んでもらわんとね、好物メッシーっていう人はね。以上がプロフィールですね。続いて宮敦夢の初登場シーンです。それがこちら。どうした眉毛、葉っぱより短い、忘れたか。まあ、読者の皆さんが最初に敦夢のことをちょっとこのキャラ面白いかもなって思ったシーンはここやと思うんですよ。ちなみにトビオくんはなかなかトゲトゲしい第一印象やったけど、プレーはだいぶお利口さんよな。こんな嫌味な言い方する？敦夢くん兵庫県出身ちゃうでしょ、京都でしょ。もうこんな人が現実でいたらもうこの時点で絶対最に友達になりたくないって思いました。でもこのシーンすごいのは、敦夢は影山のスープレイを見ただけで影山の課題を瞬時に見抜いたっていうところが、まあ敦夢のすごいところなんですけどね。その後もね、どうやったスパイカー、面白かったっす、宮さんのトスもすげえ打ちやすいっす、せやろ、俺のセットで打てへんやつはただのポンコツや、怖いよ。毎日こんな圧かけられながらスパイク打ちたくないよ。でもこの溢れんばかりの自信がかっこいいです。俺のセットで打たれへんなんて絶対ありえへんっていう自信からそこはかとないお墨を感じます。続いてこちらが修の初登場シーンです。もうこの頃にはだいぶ二人とも眉毛も顔も普通になってますね。むしろこの時の影山の顔の方が普通じゃない。幽体離脱時間差ってやって、時間差じゃなくないとかいろいろ言われてる中、何の一言も発さずに片手を上げている二人、可愛い。まあこうやって稲荷崎 vs カラスのここが始まるわけですけど、初っ端敦夢くんのサーブでそーれって言っちゃいます。女の子がそのそーれの間くらいであららって修が言ってます。もう気づいちゃってるんですよね、こんな早い段階で。あ、敦夢の勘に触ることしたな。そしてこの女の子と、全世界の豚に対して、俺のサーブの邪魔すんなよこのやかまし豚。こちらを敦夢さんからいただきました。誠にありがとうございます。世界中の豚が歓喜しております。続いてこの後サーブ打ちますがアウトになります。あかーん、しょぼ、うっさいわ。サーブとスチッと流れたな。ここの会話めちゃめちゃ関西味があって僕はすごい好きですね。会話の乱雑さとテンポが速くて心地いいですね。次敦夢くん可愛いシーンです。ブロックをぶっちぎる速さと速さ、でも高さは一切殺さん。かっこええな、生で見るとますますかっこええ。お前試合になると精神年齢5歳下がるのなんなん、やかましいわ。あんなやかまし豚かとか言ってね、切れ倒したりね、プレーはだいぶお利口さんよなって嫌味言う人がね、かっこいいバレーのプレーを見たらかっこええなって言って精神年齢が5歳下がるんですよ。ずるいなギャップが。ほなええんですか、これ法律スレスレのギャップちゃいます？若干規定値超えてると思うけどな。
ここは古舘先生のこだわりのシーンです。この位置、この合い、この角度、ドンピシャリ。これは影山と日向の変人速攻を真似してるシーンですけど、これ影山の場合だったらドンピシャじゃないですか。これは古舘先生がこのキャラクターだったらどんな風に言うかな、このキャラクターだったらどんな言葉が似合うかなっていうのを考えて選んでるみたいです。なのでここは古舘先生が宮兄弟であればこう言うかなっていう思いがね反映されてるシーンなんですね。次は修のシーンですね。信頼、別に妻を信頼なんかしてへんけども、人の言うこと聞いてへんし、貸したもん返さんし、嘘つくし、でも別に信頼なんかいらんやろ、ボール来るって知っとるし。僕このシーンすごい好きなんですよ。物事って必ず原因には結果が伴うじゃないですか。運動したら汗をかく、いっぱい食べたから眠くなる、そういう事象って疑うなんてないじゃないですか。もうそういうもの事実としてみんな認知してるじゃないですか。おさむにとってボールがセットされるっていうのはもうそういうレベルのことなんじゃないかなって思ったんですよ。宮あつむがセッターをする、だからボールが来る、この事象レベルで当たり前だと思ってることに信頼なんてないじゃないですか。信頼を超えた先にこのおさむはいるんだと思います。それをこの言葉で分かって、この二人の絆に改めて感動しました。これはガチャピンの笑顔のモノマネをしてる集まりです。これはちょっと可愛いシーンなんですけど、強いやつからサービスエース取ったら気持ちええやんかってバリバリ集むが決めてる時に見てください。これチューってアクエリかなんかスポドリを多分流し込んでます。オサムが多分また言うとらこいつってくらいのもんなんでしょうね。これは野安さんのシーンでもあるんですけど、平常心を取り戻すために指立てしだす野安さんを見て最高やって言うんですよね。ちゃんと平常心を取り戻した対戦相手に対して敬意を払える厚むがここは素晴らしいと思います。これは宮兄弟の喧嘩シーンです。このポンコツ、あのセッティングでスパイク決められんポンコツはさっさとポジション分けよう。これ言われたうわーってなるじゃないですか。この暴言クソ豚、てめえが絶好調でもこっちがそうやない時もあるんじゃろうがい、なんかダメな時はなんかダメなんじゃクソボケが。アツム君は失敗しないんですか、ポンコツにポンコツ言うて何が悪い、人格ポンコツ野郎に言われたないんじゃっていう可愛らしい喧嘩ですね。ここでオサムが偉いのは自分がミスったことをちゃんと分かってるんですよ。ダメな時はダメってちゃんと自分で認めてるんですね。決してアツムのセッティングが悪かったとは言わないっていうのは大人やなと思います。ほんでまあ双子なんで寝るとこも一緒で、二人とももん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 喧嘩のことを考えてて、ウィーでやるか、やる、可愛いなあこの二人、ほんまに仲良しや。なんかランニングしてても双子飛ばしすぎやって言われるくらい張り合うし、多分アツムの一番恵まれとる点は体格よりいろんな能力よりおさむなんやと思う。どんなに他人が追いつけへんスピードで突っ走ったって互いが互いに絶対ついてくる。このナレーションめっちゃいいですよね。どんな体格とか能力じゃなくて双子として生まれてきたことが一番の恵まれとる点。泣くよ、お母さんこれ聞いたら泣くよ、産んでよかったって思うよ。あとね、この二人の絆がわかるシーンで僕がすごい好きなところが、オサムが思うなぜアツムがユースに選ばれたか、多分頑張ってるプラスちょっとおかしいやつが呼ばれたんとちゃうかなと思う。俺とお前実力は変わらんけど、いいや俺の方がうまい、一通り聞けや、ツムの方が俺よりちょびっとだけバレーボール愛しとるからな。なぜ自分が選ばれずアツムが選ばれたか、それをきっと普段の練習の様子とか試合中のプレーを見て、あ、アツムは俺よりバレーボールのこと好きなんやな、愛してるんやなって思ってたんでしょうね。どこかでそのバレーボールへの思いが自分とアツムのプレーの差なんだと思ってたんでしょうね。それを素直にアツムに伝えられるオサムが素敵です。次のシーンはアツムのセットシーンですね。オサムの調子が悪い時に、あのトスでスパイク決めれへんポンコツはさっさとポジション開けやと言い放つセッターは横暴なトス回しや雑にトスを上げそうなもんですけど、アツムは違います。誰よりもスパイカーに対して献身的にトスを上げます。もはやバレーへの敬意さえ感じます。この姿勢が素敵ですね。もう尊敬します。僕自身こういう人に言う代わりに自分は同じかそれ以上にやることをやってる人が好きなんですよ。筋が通っててね。そしてこの影山の後ろ姿、しっ
っかりとこの高校ナンバーワンセッターのトスさばきを目に焼き付けとる。このスパイク決まった後の満足げな厚夢の顔が味があっていいですね。その後にアンダーであればいいじゃんとスナ君に言われて、セッターはセットするのが仕事やで、適切な位置にボールをセッティングするんや。アンダーは腕2本、オーバーは指10本、よりいっぱいのもんで支えたんねん。セッターやもん。このセリフを笑顔で言う、それだけで厚夢にはもうセッターというポジションしかないんだろうなって感動します。その姿を監督が評価してますし、他校の研磨みたいなセッターが見ても一瞬でこれはセッターの鏡だなって分かるプレーをしてるんですね。まあ次は厚夢というよりかはもうチーム全体の考え方みたいなところなんですけど、全国2位がなんやねん、2位3位やったっけ、どっちでもええわ、昨日のことや。いや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 、2位ユータカって全国やで。もう俺なら喜んで自慢しちゃう。煉獄さんくらいハングリーや。今日何をする？ここ毎回チキンスキンポイント。この真剣な表情の圧と、おそらく何のコンタクトも取ってないにもかかわらず同時に振り返る双子の野生のかっこよさに我々は鳥肌を強いられていると思っております。双子速攻マイナステンポ裏、この周りの動揺のさせ方も敵ながらあっぱれ。そしてこの技のヤバさを一番際立たせているのは個人的にヤチちゃんやと思ってます。このわずかなセリフ、何これ、これに全部詰まってる。コメダの牛肉バーガーくらい詰まってる。これが何今のは割と見たことあると思うんですよ、なんかの漫画とかでね。目の前でスパイカーがセッターにセットしたという行動が理解できない、その理解不能っぷりが何これの方が出ると思うんですよね。そして目の前の起こったことに夢中になりすぎて稲荷崎の応援団の声でビクってなってしまうという双子速攻マイナステンポ裏がいかに意表をついたかを際立たせてくれてます。余計にすごいなと読者側も思わされてます、やちちゃんによって。そして思い出なんかいらんの見開き横断幕で締める綺麗さ、何が綺麗かってね、常に挑戦的な新しい技を見せることで過去なんざいらねえ、俺たちが欲しいのは一番という未来だと技で体現してるんですよ。それが美しい、口だけじゃなく行動で示す、見習わせていただきます。ここの厚みの突然のトスに対しての感想が無茶つむわくさ、便利な言葉やね。ここで追いつく月島でおーって読者側なったのに、セットからのセットは、この全く予想してない行動を取られた時に驚きよりも怒りが勝ってるのが面白い。そらそうよね、セットされたら打つって思うよね。コート上にいない苦労がツッキー以上に怒ってる、あーって言ってるも研磨が切れてるも草、それと対比されるかのようにいいねーとぼやく監督。そしてこの試合でおそらく一番の笑顔の厚夢からのオジロアラーン、ここからは泣いてしまうのでお伝えしません。というかもうバリバリ日向の領域なので、こちらは日向の動画リメイクするのでそちらでご覧になってください。出ました名比喩、飯食うてるみたい。日向にとってバレーボールは幸福度数がいつまでも下がらない行為、それをご飯に例える、この例えは絶妙ですよね。すごくわかりやすい。そして腹減ってる時に一口食べるともっとお腹空いてくるね。もうとてもとてもわかりやすい。もう朝日さんがサービスエース決めようもんならすーぐ使っちゃうから、この比喩。これは誰もがまともな攻撃は無理と思った体勢からリンボーダンストスを放ち血縁にいふられる厚夢です。この表現とても凄さが伝わりやすいなと思って、そんなことできるんやすごいがすご、え、そんなことできるんが怖だと個人的に思うんで、すごより怖の方がすごいを上回ってる感じがします。はい、ここは神が見業を放たれた後のシーンですね。こいつのお利口さんはどこ行った、この短期間に何があった。これまで一度も焦らなかった厚夢がこれだけ動揺するからこそ影山様の価値が上がりますよね。最初は下手くそ呼ばわりしてたのに感動したね翔陽君と正しく評価する厚夢、素敵やね。続いてのシーン、上がってくると思っている、これは前編の動画でお伝えした信頼を超えた自称レベルでの信頼ですね。来るかもなんて疑うことを知らない、来ると思っている、だからその凄さがオサムには理解できないですね。これは嫉妬にまみれてビチャビチャのオサムです。いちいち一年坊主どもにテンション上げようって、何が高校ナンバーワンセッターで、ああ贅沢やな、俺によこせという圧絶対に決めたると思うとるやつの殺気最高やわ、それをおとりに使うのも最高に贅沢や。
このオサムが圧と殺気を放っていることも、そのオサムを相手が警戒していることも全部分かった上で、おとりに使うことが最前提だということまで分かっている圧も、何が高校ナンバーワンセッターじゃと言われた直後ですが、ちゃんとナンバーワンセッターしとんよ圧もは。そして試合のラストですね、小回りを斜めにして言葉を均等に並べない、そして文字を全部写さないことで焦りがより伝わってきますよね。スパイク手前も思い出なんかイランを写して、またスローガン体現アタックを放つが、ここはねまた泣いてまうから。ほんでまたここは日向と影山様の領域なんで、影山はもう80個に分けて動画作るんで、そして俺はいつかあんたにトスをあげるで発言、こんなもんほぼ嫁奪還宣言ですけどね。でもその前にインターハイで潰したるから覚悟しときや、かっこよく決めたのに負けぬのと覚えか、で台無しになる宮兄弟、お後がよろしいように。皆さんお分かりの泣きどころですね。この北さんのセリフについては必ず北さんの動画で触れないわけないので待っててください。僕はこれに対しての宮兄弟の返事も好きなんですよ。言ってくださいよ、孫の代まで自慢できる後輩になりますから。これ抜群の切り返しやなと思うんですよ。まず自慢したかったわに対して、この試合並みの圧の表情で自慢できる後輩になりますからという発言が北さんへの愛に溢れてますよね。だって大して尊敬もしてない好きでもない人が同じこと言ったって、同じセリフをお世辞で言ったとしてもこんな表情にはならないと思うんです。北さんにだけは絶対に期待を裏切りたくない、北さんを喜ばせたい、そんな思いがこの表情と言葉から読み取れます。しかも一人で言うてない、双子なんですよ。ここも打ち合わせなしで同じ思いなわけですよ。当たり前に息ぴったりかよと。試合中だけでなく試合後まで稲荷崎は見せてくれましたね。まずこちらが高校時代の宮敦夢のプロフィールですね。そしてこれがプロ編、宮敦夢23歳になっております。身長がほぼ4センチ伸びとる、スタミナとパワーまで上がってしまった、オール5まであと3。髪型もね若干短くアップバングになっててかっこよくなりましたね。前の髪型も好きですけど、今の髪型もおしゃれでかっこいいですね。表情がだいぶやんちゃになりましたけどね。続いてプロ編初登場敦夢さんはこちらと、死体もうちょっと近づいてみましょうか。あ、死体ですね、ほんまに闇落ちした。たった1日でパチンコで13万負けた大学の時の先輩、こんな顔してました。よく見たらなんで生まれてきたんやろって言ってる。でもわかる、滑るって怖いよ。あとボクトに持っていかれたのがあかんかったんやろな。自分が欲しいと願ってやまないものを願ってもないやつにさらっと取られる屈辱。俺はそれが欲しくてこんなに頑張ってるのに、なんでこんな理不尽なんだって思いますよね。境遇だけで言えばほぼ高麗のお兄ちゃんが軽々とスパイク決めた時と同じ。続いて影山の CM シーンですね。こんな面白いに決まってますよね。高校の時の相棒が、対戦相手が YouTube 見てたら急にカレーマジ食いしだすんですよ。本編より笑う。 CM 撮影やのにマジ食いするの食い意地ありすぎておもろい。食い意地グラトニーや。ほんで一瞬見失ってからのパワーカレーでサービスエース、なんでやねん。これはもう百科事典のなんでやねんに乗る事例ですよ。めちゃくちゃいいなんでやねん。だってもうなんでやねん以外言いようがない。このパワーカレーがサービスエースに何の影響ももたらさない。これがファン感謝デーで出てたらな、敦夢も死なずに済んだのにな。続いてオサム初登場シーンですね。ちょっと帽子かぶってて髪型の変化わからないですけど、相変わらずのイケメンですね。おにぎりみや店主でございます。毎度およ君なんやっけ、カラスノの嫌なジャンフロの。この言い方めっちゃリアルですよね。名前は覚えてません、でも私はあなたのことをちゃんと認識してるんですよっていうのを伝えるために必死に断片的な情報だけ伝える。めちゃくちゃ現実の会話で出てくるやつ。こういうちょっとした些細なセリフ回しがより配給に現実味を帯びさせるんですよね。続いて嫁奪還に成功した敦夢のドヤ顔シーンです。トビオくん、うちのスパイカーに喧嘩売らんといて。売ってません、買ってただけです。ひなたの肩の上に腕を置く感じいいですね。やっぱひなたもでかくなったとはいえ敦夢でかすぎますからね。187センチですよ。電車とかで見かけたらうわあの人大きいなって思うレベルですからね。ここからはねちょっと僕と編の時に割と触れたところではあるんですけど、一応触れますね。ここ敦夢がもう大変でね、早い早い2個質問して回答1個も聞いてへんやん。
違います、喧嘩です。喧嘩なんてするな、バレーで勝負しろ。はい、ややこしくなってきた。喧嘩じゃないです、腕相撲です。律儀に答えんでええねん。あ、後ろから勝負。腕相撲のか、ほれみー。もう突っ込むのやめましたからね。ここもうこんなもん突っ込み万本ノックですよ。アラン君ごめんな、俺甘えとった。いつも的確な突っ込みがいるという状況に甘えとったんや。あの頃はいつもありがとうアラン君。俺頑張るからな。え、診断はっしょい。大丈夫っすか、風邪っすか。くしゃみ一回で風邪ってサザエさんかーい。え、いやサザエさんやったら波平さんが一回くしゃみしただけで船さんがあなた風邪ですか、今日会社休みますって言うやんか。そうでしたっけ、すいません俺詳しくなくて。あ、ええんや、聞かなかったことにしてくれ。めちゃくちゃなんか面白いやんこのシーン、この顔、ギャグ漫画日和みたいなシュールさがあるよ。くしゃみ一回で風邪ってサザエさんかーいは高度すぎるよ。サザエさんガチ勢じゃないとついてこれへんと思う。サザエさんガチ勢って何？存在する？ワンピースくらい不確かなものやな、存在が。ほんでオミ君がここで出てきたら、まだ出てこんといてくれ、こっちは渋滞や、インターバルくれ。何言ってんの。いやそらそうなるよ、万本ノック中やで。これ以上弾増やされて取れるか。当然済んでいる、予防接種だけでむっちゃどやるやん。それでも万本ノックにしがみつくアツム素晴らしいです。今日もボコボコにしてやる。うるさい、お前に言ってない。オミ君はいちいち言葉がトゲトゲしいねや、ウニかっちゅうねから割ってこ割ってこ。てんてんてん、すごい圧力、高麗君の目とか怖すぎるもんな。心折れそうや、勘弁してくれ。このタイミングで今晩ウニ丼食べよう、もうサイコパスや。アツムさん面白いです。とどめやめてくれ。あーもうこれは忙しいです。もうこうやって声当ててるだけで忙しかったですもん。続いて試合が始まる直前ですね。たとえランキングで影山に負けててもアツムさんのサーブすごいです。これはね、もうほんまに日向は純粋に皮肉じゃなくて普通に感動してることを伝えてるだけやと思うんですよ。でもアツムのこの無言シーンからめちゃくちゃ気にしてることが読み取れますね。世の中順位が全てやない、みんな優勝や、お手手繋いでゴールしよう。キモ、そんな勝負面白い？分かったね、1位以外全員ビリや。あとオミ君は言葉のオブラート勉強して。いや、アツム派も勉強した方がよろしい思います。ここで急に他のチームにいる砂くんが、アツムも人出なしだから大丈夫だよ。いやひどいな、あんたもチベット砂ギツネやから人じゃないけどね。そして1点目の最初のアツムのセットシーンですね。まずはちゃんと挨拶せなな。これ見た時にね、確かにって思いましたね。日向をすでに知ってる人に対してはただいまの挨拶、日向を全く知らない人に対しては初めましての挨拶で日向の代名詞のドンジャンプをかますと。これはなかなか芸術点が高いかつ分かりやすい挨拶ですよね。アツム最初のサーブシーン、これは惜しくもアウトになります。ダサ、はしゃぎすぎやねんとオサムに言われてしまいます。今絶対悪口言うたやろって言って、アツムがグリンと振り返るんですね。そこで赤足が、聞こえた？いやそんなわけあるか、双子怖。赤足を怖がらせんといてください。ここは名シーンですね。オサムが高校でバレエをやめるのが正式決定した瞬間です。俺はずっとメッシュに関わる仕事やるって決めとって、なんでバレエ続けてる方が成功者みたいな認識な。俺は妥協して道を進むのんとちゃうねんぞ。80になった時俺より幸せやって自信持って言えたんなら、その時もう一回俺をバカにせえや。俺はこの妖怪ども全部手玉にとって一番楽しく遊んだんねん。上等やないかい。くたばる時にどや俺の方が幸せやったぞって言うたるわ。北さん呼ぶ？いや大丈夫やな。このシーンは本当にいいですね。初めて読んだ時は正直、大丈夫かなオサムって思ったんですよ。でも見てください、これ言われてる時にね、笑ってるんですよ。こっちも上等やないかいって顔でね。これはお互いにすごい決断と勇気がいることだと思います。だってこれ一回アツムの立場になって考えてみましょうよ。ずーっとちっちゃい頃から一緒にバレーボールやってきて、ニアツインズとしていろんな人に恐れられて、高校ナンバーワンセッターにまでなって、きっと僕やったらこいつ以上に自分を信頼してくれるやつなんておらんやろな、オサム以上のスパイカーなんておらへんなって思ってると思います。その最強の相棒がね、バレーボールやめるって言い出したんですよ。この先俺は誰にトスをあげたらいいのって思いません？まあ、ここに描かれてないだけで、きっと止めに止めたでしょうけど、少なくともこのシーンでね、アツムはオサムのことをバレーボールやれよって言ってないんですよ。あくまで飯の仕事をしたいと言ってたオサムのことを尊重してるんやと思うんですよ。その上で
道は違えどお互いに俺の方が幸せやったぞって死ぬ時に言うたるわって張り合ってるんですよね。やっぱり理想的な関係ですよね。やることは違っても死ぬまで張り合って死ぬまで一緒なんですよこの二人は。そして変人速攻宮厚夢のトスから日向に渡してかますと。それをおさむがめちゃくちゃいい笑顔で見てるのもいいですね。嬉しいんでしょうね、アツムがはしゃいでる姿を見て。この位置、頃合い、この角度、ドンピシャリ、やっぱりひらがな。そしてこの変人速攻初めて見せたのにやっぱり食いついてくるのはそれに慣れてる影山。このちっちゃい吹き出しの中でほって言って二人ともドキドキしてるの可愛いですね。この嫁奪還宣言から本当に実現してしまったっていう伏線回収シーンですね。宮兄弟史上一番可愛い駒やと思います。多分バボちゃんのトレーナーみたいなのを2人お揃いできてバレー応援してるんですよ。可愛すぎません？高校生ですよ。しかも180センチあるんですよこの人ら。大男2人が何しとんねんってなりますよね。はい、こちら地獄の漁業シーンですね。見事に厚夢が釣った後、最高やって言ってる奥です。最高こうに怒ってる二人がいますね。怖いなぁ。日向をライトへ走らせてからの C に切り込む僕とと明暗 A かと思いきや B 気味のクイック。これはアドラーズブロックも反応がくれました。もう敵やけど頼むからやめたってくれって思いましたね。わかんないんですけど、こんなん止めれるんですか？もうどうしてもこんなん勘になってしまうんじゃないかなって思ってしまいますね。これは爆裂かっこいい影山の王様姿からの、あんな調子こぐなやって顔してる厚夢ですね。今の旦那は俺やで飛びよくんって顔してますね。速攻がいつもより多いって読まれとるからってなんやっちゅうねん。ど真ん中速攻なんてやられたらやられた分嫌やろ。いいですね、性格の悪さが。勝負っても相手の嫌なとこを突くのが大事ですからね。これはいいことです。月島の顔が今までになく面白い。190センチに到達した時のドヤ顔の次に面白い顔してます。この辺でスパイクサーブが普通に入るようになってて、そこに気づいてオサムがあったまってきたでって言ってます。俺は全然はしゃぎたらんでなあ。まだ真ん中おった方がええで。ここの背中と言葉の圧めっちゃかっこいいですよね。俺は全然はしゃぎ足らんでって言ってるのに一歩も動かないっていう対比がいいですね。からのレフトのボクトに振ってちゃんと得点を決めるっていうね。もうもはや日向みたいなことしてますよね。厚夢は自分の圧をおとりにしてレフトのボクトが決めやすいようにするっていうね。そして次はジャンフローを打ってまさかの高麗くんからサービスエースを取るっていうね。高麗くんってレシーブミスするんやって思いましたねこの時。出たな二刀流、そう言われた後に4歩下がって、次もジャンフロー打つんかと思ったらスパイクサーブだったんですね。超号泣のスパイクサーブと超変化のジャンプフローターサーブの超ハイブリッドです。三刀流初お披露目シーンですね。そしてここで今日何をする、やっぱ稲荷崎で出てくる言葉は響きますね。こちらおにぎり宮で会議をする二人です。サーブがあかんねん。ああ新しいやつか。新しいやつあかんくて、ほんで今まで決まってた方のサーブも引っ張られて、なんか全体的にあかんくなってんねやろ。これなんで厚夢はこのサーブやろうと思ったやろって気になってたんですよ。その理由がオルロフがやってんの見てやりたなってもうたんや。かっこよかってもんやってみたいやんか。やらなあかん。やったら励ましたろかな思ったけど、やりたいんやったら勝手にせえや、欲張って自滅せえ。なんやねん、遠慮せんと、お前は天才や言うてええや。ほい、ネギトロいただきまーす。相変わらずいいテンポでやり取りしますね、この二人は。食べてるシーンのホクホク感すごいうまいな。今おにぎり食べたなってきましたもん。そしてお米の味で厚夢が気づくっていうね、新米だと。ここの走り出してしまった宮のサーブって言ってる時の影山のこの顔が好きなんですよね。強い人を目の前にしてワクワクしてる影山の笑顔が好きなんでね、もうこれはまさにその時の笑顔ですよね。いや試合出てないのにその顔は何。オミ君が、あー低い短いって思った球もスルリと下に入って、でどうぞって僕とにトスを出します。高校生の時から変わらずこのスタイルを貫いてるんですね。スパイカーが決めた時にせやろせやろって嬉しそうにしてる厚夢、こっちも嬉しくなります。そしてまさかの宮兄弟が昔行ってたジュニアバレーボール教室でおっちゃんが打たしたるって言ってた人がまさかの解説で出てくるっていうね、すごい伏線ですね。うちの大将はチームのスローガンがあんま好きやない言うとった。
思い出なんかいらんですね。俺は好きやけど、今はちょびっとわかる気もする。バレーボールの思い出なんか一個もない。全部ここにあんね。全部俺の筋肉や。今までバレーボールで積み上げてきた時間、失敗も含めて全部俺のもんやっていうね。全部含めて今の俺があるねんと、過去に置いてきたものなんて一つもないっていう、これも確かにってなりましたね。再登場、完全困惑ドリーマーのアツムです。点を取ったら褒めてくれ、取れんかったら罵ってくれ、頑張ったでしょうはいらん、賞賛か罵声かどっちかでええねん、どっちかの中に降りたいねん。これもまあアツムらしい一言ですよね。2位とか3位とかどうでもいいって言ってた時と一緒で、もう中途半端が嫌いなんでしょうね。そっちの方がはっきりしてて気持ちいいですしね。ここは日向翔陽の信頼、まあ脅迫シーンですね。で、アツムがこいつって言ってますけど、あなたそれを望んでたでしょ。そういう日向を見ていいなーって思ったから、あんたにいつかトスをあげるでって言うたんでしょ。ほんでオサムはこここそやろって笑ってるんがね、さすが人の気持ちが理解できない人。アツムのことをもうこいつやったら絶対にここでトスを出してくれるって思ってるから出るセリフですね。後ろマイナス定形外、郵便みたいな言い方するな。この思い出なんかいらんの垂れ幕がこうネットと沿ってるのがおしゃれでかっこいいですね。でもこここそだよなって瞬間も影山には分かっちゃうんですよね。こここそってシーンで一番トスを上げてるのは影山だったんでね。はい、そしてここからはもう日本代表になってるアツムですね。アツムって言われて、ほいどうぞってすごい開いてるな足。こんな柔らかくなりたいな。ほんでアツムって呼んだん誰やって思ったら牛若っていうね。このシーンも熱いですよね。もうアツムって言ってるやん。いやまあ漫画なんは分かってますけど、この日本代表最強すぎません？もうセッターどっち使っても最強やんっていうね。どっち使っても勝てるやん。そして一方その頃おにぎり宮では、まさかのアランくん代表になってたんやっていう。しかもアツムに突っ込んでるし、よかったねアツム。アランくんが戻ってきてくれて死んでなかったやん。そしてオサムが、俺はもう準備万端っすよ。え、何がって思ったら、同じ日本代表のアツムのユニフォームを着るオサムですね。尊いよ。嘘ついてないもんなこれ。同じ名字やし、同じ顔やし、本当にこの宮兄弟という二人は最後の最後まで最高の兄弟でしたね。はいどうも、ガジュマルです。今回は稲荷崎高校キャプテン北信介の魅力について話していきたいと思います。よろしくお願いします。この北信介を一言で表すと、最強の人格者だと思います。もし人間にレベルがあるなら500億ある。もう超がつくほど大人、大人より大人、人間味しかない、人間味のゴンゲ。僕は北さん結構好きですね。なかなか上位に入ります。北さんはやっぱりね、コメントでもいくつか北さんの動画上げてくださいっていうのもあったんで、これから話していきたいと思います。まずですね、2013年時点での北さんのプロフィールを話していきたいと思います。お名前北信介、シンプル。ポジションウィングスパイカー、背番号1、身長 175.2cm。やっぱり他のキャラがね185円なんでちょっと小さく感じますね。誕生日7月5日、同じ誕生日の芸能人はワッキー。兄弟構成は兄と弟、絶対に下だけやと思ってた。好物豆腐ハンバーグ、ちゃんと体にいいや。最近の悩み、ばあちゃんが今から俺の結婚式を楽しみにしていること。早いよ、高校3年生18歳やで。余命宣告されたんか。古舘先生から一言、作者とは一番遠いところにいる人物、真逆だからなのか案外書きやすかった。いやこれはダウトでしょ。まず週刊連載をここまで書き上げてる時点で反復継続丁寧ですよ。これは絶対古舘先生の人の良さが出た謙遜ですって。一緒やから書きやすかったと思いますけどね。パラメータだけ見るとそんなに強くない選手なんですけど、もしここに人格パラメータがあったらオール8です。以上が北さんのプロフィールです。それでは続いて北さん初登場シーンですね。稲荷崎が初めて紹介されたシーンですね。よく見ると前髪が黒くない。その後にテレビインタビューを受けてます。ここが北さん初回発言シーンになります。どんなチームも初戦というのは怖く重いものですが、みんな落ち着いてますし調整も問題ないのでいい雰囲気だと思います。顔がお蛇におりそうだけど。でまあここで終わっちゃうんですけど、次に北さんがメインになるのは試合序盤終わってからです。皆さんそんな警戒せんでも、俺はただの代役、しのぎ役やから怖がらんでもええよ。ナイスサービーン。
すごい恐れられてる。ここはチームメイトの議員を正論パンチでボコボコにするシーンです。さっきなんで強引に撃った？向こうに行きそうな流れを食い止めんとと思って。ブロックに捕まって流れはこっちに来んの？やめてあげてくれ。正論は正しいけど相手に逃げ場がなくなるんや。何も言い返されへんねん。だって正しいんやもん。でも口だけじゃないのが北信介です。アズマネのブロックアウトも難なく取ります。大地さんのスパイクもさらっと取ります。その甲斐あって銀がスパイクを決めます。野安さんくらい拾う。これ実は中身野安さん。この子見たらもう前髪黒い。試合前に牧場でチャプチャつけてんのかな。なんだろう、嫌な感じ。ブレーキされたことはそうなんだけど、さっきまでなら決まっていたであろう場面で決まらない感じ。空気戻った。ね、ねが可愛いな。ね、より柔らかい印象になるな。そして監督からの北信介の印象。中学の頃からそんな空気は持っとった。向こうの4番ストレートないで、行動は無駄がなく言葉は的確。プレーも未熟ではあったが丁寧。そして今信介は自信に満ちている。他の連中より強いという自信ではなく、自分はしくじらないという自信。すごすぎる。もう人格者。普通しくじらないってだけで他の人より自分はすごいって思うでしょ。でも自分はそうじゃないと。おごらない賢さ。客観的で冷静な分析力。素晴らしい。もう高校生じゃない、私より大人です。一本ナイスサーブ。君たち世界で一番可愛いポージングするやん。ここに混ざって橋でこれしたいもん。絶対楽しい。ここでアラン君の回想になります。緊張なんかする意味がわからん。お前機械かなんかな。すず気づいとったけど、いつも以上の力を発揮しようとするから緊張するんやろ。だって飯食うたりクソしたり毎日のことには緊張なんてせんやろ。バレーかと同じやろ。練習でできとることやったら緊張なんかせんやろ。宇野人もやけども、理屈ではよーくわかるけど、よーそんな割り切らん。緊張なんかしない、できて当たり前やろと。そう思えるほどに北さんは練習したんでしょうね。それがこの言葉から汲み取れるから、この人の人間性を敬いに敬う。ほんで山口の鬼ジャンプをこんな簡単にパンって取れるんかい。監督の言葉がすごい好きで、驚かんことが信介への一番の称賛。この言葉すごい好きです。確かにすごいプレーをして驚く。裏を返せばその人ができると思ってなかったからびっくりするわけじゃないですか。だからこそ驚かんことが北さんやったらできて当たり前やろ、そうみんなが思ってるっていうのがまたいいですね。チームの仲がいい。喝采はいらん、ちゃんとやんねん。次北さん、これでまわやるシーンです。なんやあつの風邪か、休まんで平気な。大したことない、バレーせんと悪化する。おお根性やな、バレーやいや。帰れや。体調管理できてへんことを褒めんな。とばっちりや。冷た。風邪ひいてまん。なんやねん、もっと優しい言い方ないんかい。あつむえ、飯をちゃんと食って寝ろ。来た。泣いてまうやろ。いや吠えるやろ男でも。テレ柱やん。ちゃんとレモンとかのど飴とか梅干しとかね。本当に厚むのことを思ったチョイス。さすがミスターパーフェクト。毎日やんねん、ちゃんとやんねん。体調管理、掃除、片付け、挨拶、バレーボール、反復継続、丁寧は心地ええ。これを心地ええと思えることがすごいんやけどな。みんながみんなこんなことできひんよ。誰かが見とるよ。監督が見ていてくれたおかげでレギュラーになります、高校生で初めて。そしてユニフォームを初めて受け取った日のこの北さん見てください。ツンデレギャップ柱。もう顔をぐしゃぐしゃにして泣いてるんじゃなくてね、口だけはちょっと噛みしめて、ただただ目から溢れてきてしまった涙。これがめちゃくちゃグッとくる。この画像を見てるだけでちょっと危ない、泣きそう。これにはメンバーもびっくりです。そして帰り道、後ろで暴れてるのはおそらく宮兄弟だと思います。結果より家庭が大事と大人が言うて、子供はいまいち納得せん。でも俺は大人に大賛成や。結果が全てや。アツムが言うてますけど、俺を構築するのは毎日の行動であって、結果は副産物に過ぎ、将来バレーボールで飯食っていくわけでもないしな俺は。でもこれも結果のうちかな。おパラと完全困惑ドリーマーなる。細かいことはええねん、感情に理由なんかいらん。嬉しいは嬉しいでええんや。何笑とんねん。せやな、結果より家庭派の時点でまず大人ですよね。己を構築するのは行動であって、結果は副産物だ。これはすごい本質的なことだと思います。でも自分がレギュラーをもらえたことが結果なのか家庭なのか、そこを真剣に考えてしまうくらい真面目で大人なんですよ。それに対して細かいことはええやんかと、感情に理由はないし嬉しいは嬉しいでええやんかと、これも真理やと思います。必死に声を荒げるアラン君と、なんか自分ごちゃごちゃと考えすぎてたなって気づかされて、何考えてんだやろ自分って思って笑ったんちゃうかなと思います。だから最後はせやなって納得してるんだと思います。アランやリンタロウ、アツムが相手に絶望を与える存在とするならば、
絶望の継続や絶望メイドフロム反復継続丁寧ね、反復継続丁寧からとんでもないも生み出してしまうと、孫の絶望の継続を見に来て弓江ばあちゃん、しかも新助セーター着てる、めちゃくちゃ可愛い。次のページのおまけ大好きでね、最初はな英語にしようと思って、かっこええやろ英語、うん、でもな文字多なって大変やな思って漢字にして、うん、漢字の方がかっこええよ。ほんま東京寒いかな、寒いとええな、うん、北さんがもううんしか言えんくなって呪文師くらい語彙絞られとる。でもこのおばあちゃんのマシンガントークリアルやわ。しかもしんすけって書いてるんじゃなくてしんすけ頑張れって書いてたんや。あれかわいいおばあちゃんやな、こんなおばあちゃんええな、このおばあちゃん絶対体の 70% 愛でしんすけ。まずはチベットスナギツネの乱入シーンからですね。一方北さんは目で語るにも程があるだろ選手権の競技中ですね。顔から呪力が溢れ出てます。ゾンバが怒り出すレベル。アツムは好戦的、負けず嫌いがたまに悪い方へ作用する。オサムはアツムよりおとなしく見えても DNA 一緒やし、銀は責任感と熱意へ決め急ぎがち、砂は点差がつくが勝ちが見えてくるとサボり出す。見逃さんからな。あ、もう思考量が多い。無料空食らった。この人怒鳴るも殴るもしないのに圧が強すぎんだよ。あらゆる面で隙がなさすぎんだよな。朝練いつも一番、外周手抜きは当然なし、学力成績はいつも上位。もっと舐める隙を与えてほしい。赤点とはの煽り性能やばい。煽りヤクザ。そう、例えばペットに赤ちゃん言葉で話しかけてる現場とかを抑えたい。いいね、いいセンスしてるね砂くん。人の嫌なところをつくセンス研磨並みやね。続いてアツムのつめつめシーンです。アツム、お前さっきのカラスのセッターのサーブ見てスパイクサーブやりたなっとるやろ。やっぱスパイクサーブで吹っ飛ばす方がかっこええな。ジャンフロー飽きてきたしな。なんでバレんねん。今決まってんのはジャンフロの方やろ。リベロ潰し始めたんなら最後までせえや。ウィッスウィッスの返事としてのリアルさと後ろの二人の笑い方悪ー。めっちゃ小さいし可愛い。ちいかわやん。圧向きをキレキレやな。スパイクサーブでも決まりそうやけどな。せやな、どっちでも決まる確率はあんま変わらんかもな。ん？圧向にジャンフロやれ言うとったやん。圧向のサーブならどっちも強烈や。でもスパイクサーブに変えて相手にうまいことさばかれた時、やっぱりジャンフロやっとったらよかったって記憶が残る。けど調子のええジャンフロ取られたんやったら、圧向の性格的に闘争心に火がついてテンションが上がる。ジャンフロやりきった方が後々の圧向のモチベーションにはええと思うで。これほんまに当たるから怖いね。この過去に何回も的中させたであろうセリフ、洞察力が化け物地味とるんでしょうね。これは透き通る世界入ってんな。でもこれって言い換えれば人の気持ちがわかるってことなんですよ。アツムはジャンフロ取られたとしても闘争心に火がつくから大丈夫やろなとか、だからこそアツムが泣いてまうやろって言ってしまうような差し入れができるんですよ。もう読者全員の彼氏になってくれ。なんでかわかんないですけど、北さんのおまけって当たりばっかりなんですよね。お前ジハジの袖通せや、落ちそうで気になんねん。女優か。バチバチってなるやん。うん、着たり脱いだりするたびバチバチってなんの嫌いやねん。静電気、北さんの弱点は静電気。知ったところでしょうもねえ。いや、これの何が腐って、こんな賢い人が急に静電気嫌いやねんとかやなくてバチバチってなるやん。なんで語彙力そんなことなった。 IQ3? サボテンの1個上。正直この言葉は好きやない。道は前だけにあるわけやないし、挑戦と無知は別物や。ああいう連中は理解できんけど、見とると確かに心湧き立つ。この一度スローガンを理性的に好きではないって否定した後に、見とると確かに心湧き立つで本能的に感情的には理解できる、わかると表現してるのが好きです。ちゃんとみんなと同じ熱い闘志持ってますやんって言いたなるけど、絶対こんな言うたらしばかれる。俺は流れを変えるような選手やないけども、いや変えとるよ。この突っ走らずに俺ん奴らの背中少しでも守ったらなあかんと思う。多分あんたもそうなんやろなと言いながら大地さんを見ます。精神年齢57歳コンビ、会社なら部長レベル。ここで宮兄弟が双子速攻マイナステンポ裏を放ちますが合わないんですよ。それを北さんがフォローするシーンですね。ここでかっこいい一撃必殺技を放つのが北さんじゃないんですよ。マイナステンポ裏を放てるキャプテンじゃないんですよ。その必殺技の失敗を補う、失敗を失敗にさせない、それが北新助の技であり、これが俺の存在意義と言わんばかりの駒。しびれますね。白鳥沢戦ではバックアタックは一度もなし、今日も厚夢のサーブ切りに飛び道具的に一発あっただけ。仲間のフォローを捨ててまで参加する攻撃に意味はあるんか。ここはね、これだけ洞察力の優れた北さんが大地さんの行動原理を見誤る瞬間なんですよ。攻撃する
する人がおるならフォローする人も必要やろに対しての回答が、俺たち全員点を取るためにいる。もしかしたら大地さん守備って言葉知らん？この北さんの言葉があるからこそ天道風に言うとカラスノのクレイジーオブザイヤっぷりが際立つんすよ。ここで大地さんがバックアタックを放って、思い出なんかいらんのスローガンにボールが当たるんですね。これは稲荷崎の背中に追いついた瞬間であり、思い出なんかいらんと思ってるのはお前らだけじゃねえぞっていうことをスローガンにボールが当たることで表現してるように見えますね。この北さんの、うん、やるじゃねえかみたいな微笑みもいい。はい、次名シーンです。こんな終盤来ても一個も乱れんし、相手が何考えてるか分かってるみたいよ。厚夢くんのセット、天才ってやつか。同じポジションきっついわ。影山のサーブもやばいやろあれ。俺も才能欲しいわ。いつやったか聞かれたことがあった。自分はレギュラーではなく後輩に天才がいて辛いと思ったことはないですか。そもそも天才の定義が分からんけど聞かれとる意味は分かった。アツムたちのようなやつについて理由なく最初からそうなんやと思とるやつがたまにおるけど、俺が毎日1から10やっとるところ、アツムみたいな連中は1から20やっとんねん。あるいはより効率的な10、密度の高い10。ほんでたまに1から10やなく A から Z やってみたらどんなんやろ、おもろいんちゃうかって考えたりするやつらやねん。まず1から10やるところを1から20やってるは耳にする表現ですけど、そこで A から Z っていうアルファベットを思いつく風立先生もすごいんよ。この表現思いつくのにも時間かけたんちゃうかなって思っちゃう。この論理の説得力をセリフ一つの言い回しで持たせるって、一番の化け物は風立先生。それで失敗しても、時に他人に嫌われても疎まれても、正しくても正しくなくても、俺らやったら大事にするような何かをないがしろにしても、やらずにはおれんやつらやね。喉から血出ても走りたくてしゃあないやつらやね。世の中叶わんと思う人たちはいっぱいおって、そういう相手をすごいなと思うのは当然や。突っ走れることは才能やと思うし、あいつらをなんて呼んだってええねん。天才は悪口やないしな。けどあいつらのことを最初からそうなんやと思うことは、勝負するまでもなく負けとるちゅうことやし、失礼やと思うねん。これはもう北さんの思考の深さに脱帽です。まず第一に、一般に天才と言われる人に対しての配慮と敬意を持っている。生まれた瞬間から何の努力もなくスキルがあるやつなんかおらんぞと。その上で天才と呼ぶことは、でも悪口やないしなと、天才と呼ぶ人への配慮までする。そして最後に、最初から優秀なんやと思うことは天才と呼ばれる人に対して失礼やと思うねんと、もう一回天才の人への配慮をするんですよ。この思考にたどり着くのに何年かかんねん。深すぎて戻ってこれへん。すごいね、資料深さが。俺の生命線くらい深いわ。けどやっぱりバケモンはおると思います。せやな、俺も思う。日々バレーを愛するバケモンはおって、そういうやつとあえて同じコートに立ってネットを挟んで戦える。俺はバケモンたちの宴に混ざれた人間や。ラッキーやな。いや、ラッキーやなちゃうねん。ペイペイジャンボ当たった俺やん。そしてカラスの敗戦後の超名シーンです。すいませんね。謝って少しでもスッキリしようと思っとんのか。そんなんとちゃいます。分かってるてすまんな。ちょっと意地悪な開始した後に、分かってるてすまんなは落ちるよ。恋に10人おった視聴者さんが6人くらい落下した音聞こえたわ。ご愁傷様です。けど謝んのはほんまに悪いと思っとる時にしいや。俺もさっきの速攻が間違いを取ったとは思えへんねん。決まると思ったもん。練習でやってへんことを本番でやろうとするのは嫌いやけどな。すみません、漫画の読みすぎでしたくなる時があるんですよ。ラストのあれは相手が悪かったんやろな。せやな。お前らがノリノリの時、他のやつは大抵置いてきぼりになるんやけど、今回に限っては向こうも同じくらいノリノリやったんやな。高揚したやろ。そんな試合早々できんのと違うか。ええな。今北さん笑とったな。うん、試合中も何回か笑てはりましたよ。何回も？マジか。そこかよ、人の話聞いとったんか。けどやっぱり悔しいな。今までちゃんとやってきたし、俺には後悔なんかないって言い切れる。俺にとって結果は単なる副産物なのも変わらんのに、なんやろな。どや、俺の仲間すごいやろってもっと言いたかったわ。これ僕配球の中で一番ずるいと思います。野蛇300個分はずるいな。いいですか、今からめっちゃ熱入れて語りますから、ちゃんと聞いてくださいね。まずこの場面、試合後なんですよ。しかも北さんは3年生で引退が決定した試合後なんですよ。部活をしている方、されてた方は自分の引退試合をイメージしてみてください。もうあんなに頑張ったのになんで負けたんやって、もう悔しくて泣きたくて仕方ない場面で、こんな穏やかな表情しとるんですよ。心整うくんや。そして結果は副産物でしかないと常に理性的に考え行動してきた人が、なんでやろな、自分でも理由はわからない、でも
自分は感情的にもっと俺の仲間はすごいやろって誇りたかった、仲間の凄さを周囲に見せつけたかったって言うとるんですよ。自分の凄さじゃなくて仲間自慢なんて何の合理性も持ち合わせてないんですよ。内申点が上がるわけでも試合で点数が加算されるわけでもない。合理的に考えればそんなもん無駄やろ、仲間自慢してこっちに点は入んのかって言いそうな人が、どや俺の仲間すごいやろってもっと言いたかったわって言ってるんですよ。これで泣かん人おる？この場面は何度見ても涙が出そうになる。っていうか泣いてる。俺も自分かと思ったもん。アラン君やったってなった。ガジマルかと思いきや。そして宮兄弟のこのセリフね。ここは宮兄弟の動画で触れてるのでまだ見てない方はご覧になってください。そして北さんも少しくらい泣きそうになるんかなと思ったら余裕の笑顔で、それは楽しみやな。ここも文字の字体が違うことから声も優しく余裕が溢れてるのが読み取れます。なんという精神力、負けたことの悔しさを一切見せず、それどころか仲間を泣かして笑顔で変えるキャプテン。キャプテンシーカンストお化けやん。ここからはカモメ大戦を観客席で見ている北さんですね。なんやねん、もっと調子崩したり逆に追い詰められてパワーアップしたりせえや。こいつらずーっと普通に強いだけやんか。だけってなんやねん、日本語おかしいやろ。俺は好きやなカモメ大でしょうね。なんでやろ、知ってた。でもあれやろ、お前らみたいなやつらはそういうちゃんとしたもんを引っかき回したなるんやろ、という北さんのセリフとともに日向がクローズアップされます。さすが洞察力の鬼北大吾、ほんまに厄介なブロックやな。ええー、ほんまねちっこいっすわ。てんてんてん、こいつらなんや、苦手なのは星海とか昼神とかのせいもあるけど、北さんみたいやからや。ミスター好きなし北信介。おいもう北さん苦手って言うてもうてるやん、間接的に。まあ確かに敵におったら嫌やけど、こんな好きなしキャプテン。ここ好きなシーンなんですけど、大地さんがバックアタックで飛び込んできて、その足で返球しちゃうっていうシーンなんですよ。そのプレイを見た北さんが、そいつは守備要員とちゃうで、守備の上手いスパイカーや。あの1点を機会に北さんが大地さんのことを正確に理解していたことが判明したセリフですね。あくまで大地さんは守備専門家やなくてスパイカーなんやぞと。はい、そしてプロ編初登場シーン北信介。こちらでございます。もう24歳のバリバリの農家、何ヘクタール耕しとる。もうしっかり大人の顔しとる。社会人2年目か。そして生産してるお米の名前がちゃんと。これはもう北さん以外生産したらダメな銘柄ですね。配給のグッズ制作されてる方はこれ商品化した方がいいと思いますよ。1キロ3万でもオタクは買う。そして日本代表になったアツムを稲荷崎のメンバーで応援してる時のシーンですね。テレビに映ったアツムを指さして、あ、おばちゃん見て、こいつが俺の後輩や。いや可愛いな、日向が言うたら普通のセリフやけど、あんな大間顔人間がこれ言うてるん可愛いないですか。ギャップの呼吸1の方ギャップや。さすがツンデレギャップ柱。あら、ほんまにおさむちゃんと同じ男前やわ。せやろ？男前やわーに対してクソ爽やか笑顔で、せやろ？ギャップの呼吸2の方笑顔や。また脱落者がおるな。一気に80は落ちたな。あ、北さんって左耳20センチあるんや。へえ。北さんもこうやって聞き耳立てるんやなって、少しでも人間臭いことしてたら、この人の場合全てがギャップになるずるさ。そして、北さん最後のセリフです。どや、俺の仲間みんなすごいやろ。あかんわ、誰も視聴者さんがおらへん。これ最後ですよ。ハイキューという作品で登場する最後のコマが、今まで見せたことない一番の笑顔で伏線回収って、さすがツンデレキャップ柱。もう無惨とか299秒で大殺よ。正直プロやら日本代表なったりして言うんやろなぁとは思ってましたよ、このセリフは。それ分かってても感動不可避やな。領域展開や、必中必殺の。この本当の最後の最後まで魅力を見せてくれた北さんはやっぱ人気キャラですね。以上で北信介の動画を終わらせていただきたいと思います。やっぱ語れば語るだけ好きになるな。本当になれるならこんな人になりたいって人ですね。いつも動画見てくださってありがとうございます。まだチャンネル登録されてない方はぜひ登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。